セイレン・ラハセンは、デンマーク急下出身の元同国代表サッカー、選手である。現役時代のポジションはフォワードで、主に、センターフォワード。長身を武器にした、ポストプレイやヘディングが持ち味。2005年夏、移籍金230万ユーロで、シャルケ・レイオンに移籍した。シャルケ・レイオンには、 同じデンマーク代表の FW エッベサンドや MF、クリスティアン・ポールセンがおり、ライバルとなるフォワードのポジションには移籍金700万ユーロで、FW ケビン・クラニーが新加入していた。移籍当初は、レギュラーとは見なされていなかったが、2005から06、シーズンは9節までに5得点を奪う活躍で、クラブの開幕10戦無敗を牽引した。 リーグ戦の先発出場は11試合とさほど多くなかったが、クラニーと並ぶ10得点を決めた。しかし、2006年夏に FW ハリル・アルトゥントップや、同じデンマーク代表の FW、ペーター・レーベンクランズが加入すると、クラニー、アルトゥントップ、レーベンクランズ、FW ・ゲーラルド・アサモアに次ぐ5番手のフォワードに、 降格し、一試合も先発出場することはなく、総出場時間は179分にとどまった。2007から08シーズンも4番手あるいは5番手フォワードという、立場には、変わりがなく、10試合出場無得点に終わった。2008年夏にトゥールズ FC に完全移籍したが、2008から09シーズンは、FW& レピエールジニャックが、 不動のレギュラーとして24得点で得点王を獲得する活躍を見せたため、ラーセンにはほとんど出場機会がなかった。MSV デュースブルクやフェーノールトへの期限付き遺跡を経て、2011年7月に2年、残っていた契約をクラブとの合意の上解除した。同月13日、母国のオーフス GF に加入。2014年2月18日、 膝の故障のため現役を引退することを表明した。ありがとうございます。